の撮影は私のお気に入りの思い出です。そして、YouTube にアップロードするときに毎日記録しました。そして、誰もセキュリティによって捉えられるでしょう。みんな、3461ディクシーロードでお会いしましょう。COVID-19 ロックダウン中に近代化されたトラクションエレベーターを撮影するのをまだ忘れていたからです。とにかく、ビデオをお楽しみください。